どうもこんにちは、速稼塾の久保です。田舎スーパーのお弁当が優秀すぎたのシリーズでございます。今回はカツカレーでかい、このカツカレーちょっとこぼれそうなんでね、傾けますよ。ほら結構大きいでしょ。こぼれてきた。カツもちゃんと入ってますからね。なんと298円でございます。さあどのぐらい優秀なのか実食してみましょうか。ちょっとねこのラップを取って、レンジ開けたてなんで、ちょっとね水滴が手につきますね。ちゃんと福神漬けもついてて、カツが入ってて、いただきます。ここのねお弁当のお米はね美味しいんですよ。うん、やっぱ美味しいわ。どっちかというと甘口ですね。うん、人参とかじゃがいもも形がある。うん、じゃあちょっとカツをいただいてみましょうか。カツ、うん、カツも美味しい。うん、うん、すごいのがねこれ揚げ底してないんですよ、セブンイレブンと違って。もう底の底までお米とルーが詰まってます。これ298円ですからね。吉野家の牛丼買うよりいいですよ。ちなみにねこのスーパー牛丼が248円。うん、遠慮なく詰まってるやつがですよ。うん、おいしい。で福神漬け、うん、仮にですよ3食このスーパーで食べると1日1000円かかんないですね。うん、まあ健康上の問題があるかもしれないですけどね。うん、いやすごいわ、田舎スーパー優秀です。皆さん地方にお住まいの方こんないい思いしてるんですよ。グルメでしょ。